立ちはだかる壁、寄せては返す荒波、制限時間は去年より10秒減って60秒、いよいよスタートです。100人の強者たちが挑んでいきます。サスケに挑んでいきます。スーパースターたちが集まりました。30回の記念大会となりましたサスケ。国際武道大学1年生柔道2男関宗則18歳。さあ行きましょう海坊主。関宗則が行きました。畳の上の海坊主、腕立て伏せを毎日1000回やっているという腕立てマニア。さあどうだ、そのカイナ力を持って、おっと回転しないと、しかし滑っていきました。スライディング海坊主、スライドしていきました。おっとどうしたんだどうしたんだ。さあ続いて足を揃えています。ご覧いただきましょう。どうしたんだこれは、頭をぶつけてしまった。遮るものが何もない頭をぶつけてしまいました。その動揺が隠せなかった。なぜか足を揃えてこの揺れる橋をクリアしようと思ったが、本当の海坊主になってしまいました。おなじみのスーパーマンがまた来ました。おっといきなりスーツを脱ぎ捨てると、なんと中からスーパーマンのユニフォーム出てまいりました。立川懲りない男です。立川本当に人間なのか、老人形のような男。さあ人を助けろスーパーマン、さあ飛べスーパーマン、飛べないスーパーマン。なんでしょうかこの踊りは。アフリカンダンサーの登場であります。水島ポー34歳です。さあ水島ポー、ポーが行きます、ポーが行きます、ポー暴れています。さあポー大丈夫か、ポーが行きます。さあポー飛び出した、ポーポーどうだ、ポー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 どうしたんだ。ポーハニホーヘニハー33歳。なんだこの筋肉は、がっしりとその筋肉を隆起させて飛び出した、ハニホーヘニハー。どうしたんだこの筋肉は。近大附属高校相撲部和田隼人も17歳であります。どうだ、まずはローリングマルタに向かって手を下ろして立ち上がった、飛び込んでいった。和田和田上がれません、和田上がれません。懸命な救出活動が続いています。阪急電車車掌細江智弘30歳、出発進行だそうです。さあ細江智弘巨漢車掌出発進行の掛け声とともに飛び出していった音へ。一歩目を踏み出すときに滑ってしまいました。男36歳エアロビインストラクター野中芳美です。163cm 59kg、 ご覧くださいこの肌の色。おっと脱いだ、さあ脱ぎました、さあ脱いで踊っている。あんだなんだこの蛍光色は。あっとそれ以上抜いてしまうのかと思った、危ない危ない。さあ行きます、野中芳美、もう時間が経っている。さあどうだ、まず最初のこの5段跳び、なんと1日5時間も日焼けをしているそうです。朝10時から午後3時までは日焼けタイム、何をして食べているんでしょうか野中芳美。おっと捕まった、ぶら下がった、ぶら下がった、ぶら下がった、蛍光パンツが、蛍光パンツが滑っていきました。さあ見事にこのローリング丸太をクリアして大玉、さあ大玉いちいちポーズを決めている。さあどうだ、あっと蛍光パンツ野中芳美36歳。もうじっとしていられないんですか。はい、10回目を迎えるサスケ、ここまで50人が挑戦、まだファーストステージクリアは1人だけ。おっと客席の中にまたしてもこの男、クラーク・ケントがここにいた。さあクラーク・ケントが脱ぐと、あっという間にスーパーマン立川富博38歳、ついにスーパーマンが飛んだ。さあ10回目の挑戦で初めてのファーストステージクリアはなるか。過去9回全てファーストステージでリタイア。さあローリング丸太、このあっとメガネを取ったらまたこの前髪がおしゃれだった。さあスーパーマンのその後はスパイダーマンがやってきた。田村聡29歳、指の間から糸が出ました。おっといきなりマスクを取るのか、実は息苦しいのでマスクを取らせていただきますということです。これから先糸でクリアすることはできません。さあローリングマン、あっとス
パイダーマンもここまで。現役の TBS アナウンサー入社12年目安藤博樹34歳、アナウンサー界最強の筋肉を持つ男。さあアンディが行くぞ。うーん、ワンダフル。さあ続いてダーズブリッジ、ここも越えた。株式会社東京放送テレビ編成局アナウンス部主任安藤博樹。アンディワンダフル。スリランカからやってまいりました養鶏業ジャヤウィラーウマギリアカンカーナムゲーラビンダーラー。なんと長い名前なんだ。数えたところ26文字ありました。さあ行きます。まずはご覧の通りクリアした。ジャヤウィラーウマギリアカンカーナムゲーラビンダーラー。ジャヤウィラーウマギリアカンカーナムゲーラビンダーラー。名前26文字、サスケ最長記録。埼玉県は狭山市から飛んでまいりましたハンググライダー歴12年原島正美40歳です。ハングライダーを持ってやってまいりました文房具メーカーキングの原島。さあ自らは飛ぶことができなかった。一人ハングライダー。生タコを手に持って登場してまいりました居酒屋江戸っ子店長倉持みのる55歳。タコ男55歳、倉持。おすごい体だ。さあタコ男居酒屋江戸っ子。居酒屋江戸っ子ミスターオクトパス倉持みのる55歳。東京世田谷船橋で居酒屋江戸っ子を経営しております、江戸っ子店長倉持みのる55歳です。今日も生タコを持ってまいりました。生タコ店長。さあタコ店長、おお倉持55歳の倉持。さあ2つ目の山越え、どうだ、恐る恐るいった。タコ店長、何でしょうかこれは。亀と恐竜立体造形家青木康夫47歳、体重39キロ。さあ47歳、亀作りの鬼。どうだ、亀作り青木。亀を作って恐竜を作って臨んだサスケ、ここで転落。ちょっとドッキリカメラのような。おっとここでまた2回ぶつけてしまった。これは本当にヘルメットをかぶっていてよかった。どうしましょうか、またチャレンジと言ったら。まあ危ないのを言ったけど、もう少しあったかくなって帰る。鹿児島の漁師長野誠29歳です。鹿児島県の阿久根港を中心に漁船コンピラ丸、80トンのコンピラ丸に乗っている漁師。さあ長野が行きます。二度跳ね返されたあの反り立つ壁、その反り立つ壁に跳ね返された悔しさを胸に自宅の庭に壁を作って練習に励んでまいりました。今回何としてもその壁をねじ伏せること、そしてファーストステージをクリアすること。ノーステップで越えていく、手を使わずにあの大玉を越えた。さあジャンプハング、ここはどうでしょうか。トランポリンから捕まる。さあ捕まりました長野、見事にクリア。さあ今度は上に登った、上から行きました。ここまで60人1人の成功者のみ、ただ1人中山筋肉のみを置いております。さあ続いてこれが反り立つ壁、この反り立つ壁、跳ね返され続けた壁は1回で登った。見事に練習の成果だ。自宅の庭に反り立つ壁を作った、その成果がある。見事、おっと残り22秒、ここでクリア。なんと22秒85を残して驚異のタイムでクリア。もう今のも一発でいけると思う。ありがとうございます。わあ、それでいけて、あんなもんやったよ。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。